立花、福島、先港は、日本のエグゼクティブサーチコンサルタント。G&S グローバルアドバイセス、代表取締役社長、コーンフェリー、インターナショナル社アジアパシフィック地域最高顧問。2010年3月よりブリジストン取締役。2011年6月より、味のモト取締役。2016年6月より、牛尾電機取締役。に、 日本政策投資銀行アドバイザリーボードメンバー、公益財団法人日本生産性本部日本、創生会議メンバー、一般社団法人、ジャパンダイバーシティネットワーク理事、NPO 法人全国社外、取締役ネットワーク理事、生鮮女子大学理事並びに評議員を務める。元カオー取締役、元ソニー取締役、元ベネスセコーポレーション取締役、元イー。 アクセス取締役、元パルコ取締役、元三菱商事取締役委員、同省国立大学法人評価委員会委員、外務省、世界の中の日本、30人委員会委員、金融庁、日本版、スチュワードシップコードに関する有識者検討会委員等を歴任した。他に、2003年5月から2015年4月まで、経済同友会幹事、日本、 取締役協会幹事を務めた。2019年小児ミのルタ取締役。2020年九州電力取締役。聖戦女子大学文学部英文科卒業。国際キリスト教大学大学院日本語。教授法研究課程修了。ハーバード大学大学院教育学修士課程。修了。スタンフォード大学大学院経営修士課程修了。 ハーバード大学東アジア言語学科日本語教師、ブラックストーンインターナショナル、ベインカンパニーを経て、1991年日本、コーンフェリーインターナショナル入社。1995年米国本社取締役、選出、2000年より、日本コーンフェリー、インターナショナル株式会社代表取締役社長、2009年より、同社代表取締役会長。 2010年8月コーンフェリー、インターナショナル社アジアパシフィック地域最高顧問に就任と同時に G&S グローバルアドバイススインクを設立し代表取締役社長に就任。2008年1月にビジネスウィーク誌により世界で最も影響力のあるヘッドハンタートップ50人に唯一の日本人として選ばれる。人材、キャリア開発に関する執筆。 講演多数。夫は、エアバスジャパン代表のグレンス福島。メールマガジン。ありがとうございます。